こんにちは。5月23日木曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りします。さあ、今日5月23日は満月フラワームーンだそうです。今日は雲の切れ間から見えるかもしれないとのことですので、夜空を見上げてみるといいかもしれませんね。それでは今日の特集です。一人暮らしの高齢者の割合が日本一高い豊島区では、高齢者に優しい街づくりを目指し、さまざまな支援事業を行っています。今年度もシニアライフが輝く街と題して、支援事業の拡充などが決定しました。豊島区がどんな事業を推進し、そしてどんな方が支援を受けられるのか、詳しくお話を伺っていきます。ゲストはこちらの方です。福祉部高齢者福祉課長、今井由里さんです。今井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、まずは高齢者支援拡充の概要について伺っていきます。今年度改めてこの高齢者支援を拡充していく狙いは何でしょうか。豊島区の高齢者人口というのは約5万7000人、高齢化率で言いますと 19.4% となっています。はい。区民の方でいうと5人に1人が高齢者という状況なんですけれど、この割合を聞くと高いな、多いなという印象を持たれるかもしれませんが、全国的に見ますと決して高い数字ではないんです。ただ一方でですね、豊島区の場合は高齢者の方の中で一人暮らしの方の割合が非常に高いということがございます。65歳以上の方ですと 35%、 75歳以上の方ですと 38% の方が一人暮らしという状況です。また全国的な課題にもなっていますけれども、いわゆる団塊の世代の方が75歳以上を迎えるという2025年はもう目前に迫っていますし、あとその後ですね、高齢者人口がピークになると言われているのは2040年と言われていますが、そちらに向けてですね、やはり高齢者の方が生き生きと暮らしていただくためには、今から支援施策を進めていく必要があるというふうに考えています。まさに、ね、高齢化社会ということですよね。はい。さあ、そしてシニアライフが輝く街と題した事業の一覧をご覧いただきましょう。さあ、いろいろな事業がありますね。はい。これまでも豊島区ではフレイル対策、認知症対策というのは力を入れてきました。これらについては引き続き取り組んでいくんですけれども、今回は特にですね、暮らしの支援ですとか孤立対策など具体的な支援施策を進める内容になっています。はい。今回ご紹介したいのは特に入浴に関する事業の拡充のところと、継続的な取り組みですけれども認知症対策になります。またあと何よりですね、これから暑くなってくる時期ですので、熱中症予防の事業についてもご紹介したいと思います。はい。さあ、ではまずは入浴に関する事業、こちらの紹介からお願いします。はい。区ではですね、このお達者カードというもので申請していただいた方に発行しています。はい。区が区内のですね、銭湯で1回100円で利用できるカードになっていまして、区内在住の65歳以上の方はどなたでも申請できるカードになっています。はい。今年度このお達者カードの年間利用回数がですね、これまでの30回から40回に拡充いたしました。また豊島区だけではなくて、都内の文京区の豊川浴線でも使えるようになりました。公衆浴場利用の拡充ということですけれども、なぜ利用回数を増やしたり、このお近くの文京区 の、 この豊川浴線、でも利用できるようになったんですか。はい。まず利用回数を増やしたという理由なんですけれども、公衆浴場というのはやはり地域の方の交流の場にもなっているんです。はい。で、昨年度豊島区の公衆浴場組合の皆様とは、高齢者の見守りと支え合いのネットワークの協定締結を行いました。なので地域で高齢者を見守っていただくという役割も果たしていただいています。はい。で、そのためにですね、より多くの方に日常的に浴場を使っていただきたいということで、浴場の利用回数を増やしました。で、
またですね、文京区の豊川浴泉さんを使えるようにしたということですけれども、はい、これはですね、雑司ヶ谷高田地区にはですね、これまで利用できる浴場がなかったということがございます。実際に利用している方も少ないということと、はい、中にはバスや都電を使って離れた浴場を使っているという方もいらっしゃいました。そういう話を伺いましたので、区外でしたが近くにある豊川浴泉さんが利用できないかということで検討を進めまして、また豊島区の公衆浴場組合の皆様ともお話し合いを進めまして、はい、利用できるようにさせていただきました。地域によって、ね、差があるっていうのもありますけれども、はい、お近くの方は、ね、便利に、ね、なりましたよ ね、 そうですね、はいはい、さあそして入浴に関する事業拡充がもう一つあるそうなんです。何でしょうか。はい、要介護になる手前の要支援の方を対象にした入浴特化型の通所サービスを新たに開始しました。はい、自宅での入浴が困難な高齢者の方向けの入浴だけの送迎付きのデイサービスになります。在宅の要支援者の方向けの通所サービスの一つになります。はいはい、区の東側の地域ではですね、要支援者の方が入浴サービスを使えるデイサービスというのが非常に少なくなっていまして、希望されてもですね、すぐに使えないですとかなかなか利用できないという状況がありました。で、高齢者総合相談センターの職員ですとか地域の関係者の方と地域の課題を検討する地域ケア会議というのがあるんですけれども、そちらでこの課題が検討されまして、昨年度モデル事業として実施をいたしまして、今年度から本格実施ということになりました。確かにこの通所サービスで、ね、入浴ができるというのは非常に、ね、助かるという方も多いですからね。そうですね、はい、さあいろいろ伺ってきましたが、ではこの入浴に関する支援のまとめをお願いします。はい、入浴はですね、もちろん体の衛生というところもあるんですが、精神衛生のためにも非常に重要だというふうに考えています。はい、心身の健康を保つという意味では非常に大切だなというふうに感じています。公衆浴場は地域の方々との交流もありますし、地域のコミュニティの場にもなっていますので、ぜひお達者カードを使ってですね、日常的に銭湯も利用していただければというふうに思います。申請方法なんですけれども、はい、区役所や区民事務所、高齢者総合相談センターなどではこちらの専用はがきを置いておりますので、こちらでも申請いただけますし、ホームページでもオンライン申請が可能ですので、ぜひご利用ください。はい、都市はお達者カードぜひ、ね、利用いただきたいと思います。はい、さあでは続いて認知症対策に関する事業の紹介です。さあ今井さん、どんなものがあるんでしょうか。はい、認知症対策、いろいろな事業を行っておりますけれども、この6月1日からは今年度のですね、物忘れチェック、認知症検診が始まります。はい、認知症についての周知ですとか早期発見、早期対応を目的とした事業になります。はい、物忘れチェックはですね、今年度から対象年齢を拡充いたしました。これまでは65歳から80歳という方が対象だったんですけれども、今年度からは50歳から80歳までの方が利用できるということで対象になります。はい、区からお送りする郵送物に入っているのはこちらの物忘れのチェック表になります。はい、ご自分が今どのような状態にあるのかというのをチェックしていただいて、認知症の早期発見に役立てていただきたいと思います。認知症の早期発見に役立てるということで、ね、こちらありますけれども、こうチェックリストがありますよね。はい、これどういった内容になるんですか。はい、例えばですね、財布や鍵の置き場所がわからなくなるですとか、はい、5分前に聞いた話が思い出せないなど、物忘れに関するチェックリストが10問あります。はい、それぞれ全くないが1点、いつもそうだが4点ということで、それを選んでいただいて、その10問の点数を合計していただく、きます。で、20点以上の方はですね、やはり医療機関の受診を推奨しております。もちろん20点以下の方も気になる方はですね、受診できますので、検診を受けていただければと思います。また、合わせてですね、問診票などもついておりますので、記入して受診する際にはお持ちください。よろしくお願いいたします。
また物忘れ検診、物忘れチェックはですね、区内のおよそ40箇所の医療機関で受診ができます。はい、あらかじめ予約をしていただいて受診していただくことになります。で、70歳、75歳、80歳という年齢の方には個別に区から郵送でご案内をお送りしますけれども、それ以外の方はですね、希望される方は区にご連絡をいただければご案内をお送りいたしますので、はい、ぜひご連絡いただければと思います。で、受診期間ですけれども6月1日から11月30日となっておりますので、はい、早めにご予約いただければと思います。これ費用は無料でやることができるんですね。そうですね、検診については費用は無料になっています。まあ、自分でできる認知症の気づきリスト、気づきチェックリストということで、はい、早期発見のために、ね、ちょっとやってみるといいかもしれませんね。はいはい、さあでは続いて熱中症対策事業についてです。これからどんどん暑くなってくるんだろうなという、もうすでに気配を、ね、感じてますけれども、このそもそも熱中症対策事業というのは今までも行ってきた事業なんですか？はい、これまでも行ってきておりまして、今年度も引き続き行うんですけれども、はい、6月から8月までのこの暑い期間ですね、熱中症予防を啓発するために個別の訪問を行っています。はい、対象は原則75歳以上の一人暮らし高齢者の方になっていますが、民生院児童院の皆様にご協力をいただいて、あと高齢者総合相談センターのですね、見守り支援担当という職員がいるんですけれども、はい、そちらの職員が個別に訪問して熱中症対策のリーフレットですとかグッズを配布しています。はい、熱中症から守るということもありますし、そこで何か困りごとをですね、気づいた場合には必要なサービスにつなげていくということも行っています。はい、で今年度合わせてですね、一人暮らしの実態調査も行っていろいろちょっと聞き取りをさせていただくことになりますので、ご協力をいただければと思います。それでまたね、現状がね、分かりそうな感じもありますよね。はい、確かに高齢者の方はこう汗をかきづらくなったりなど、こう感覚がね、鈍くなるなんてね、言われてたりしますもんね。そうです。おっしゃる通り、高齢者の方は暑さを感じにくいですとか、はい、喉の渇きに気づきにくいということもあります。で、あと元々の身体機能ですとか病気のお持ちの病気の関係でやっぱり熱中症にかかりやすい方というのもいらっしゃいますので、はい、気をつけていただければと思います。はい、またあとやはりエアコンは適切に使っていただきたいなというふうに思っておりますので、はい、今年度は新規事業としてですね、エアコン設置の費用の助成を行うことになりました。はい、高齢者の方で低所得者の方向けに、住民税非課税のですね、75歳以上のみの世帯の方向けにエアコン購入費用の一部の助成事業を行っておりますので、こちらも高齢者総合相談センターにご相談いただければと思います。確かにエアコン、この熱中症対策には有効ということですけれども、はい、この費用を、ね、助成してくれるというのは非常に助かるなと思いますね。はい、さあそれでは熱中症対策事業のまとめをお願いいたします。はい、昨年度もですね、熱中症による救急搬送の多くの方が高齢者であったということがございます。はい、であと特に高齢者の方は室内でも熱中症になるということで、中には本当に重い状態になってしまう方もいらっしゃいます。はい、で搬送された方の中ではですね、エアコン使っていなかったという方も、あるのに使っていなかったという方もいらっしゃるので、エアコンの風は苦手だという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、やはり近年記録的な暑さが続いていますので、はい、エアコンを適切に使っていただいて、熱中症にはくれぐれもご注意いただきたいというふうに思います。特に今年はすでに気温の高い日も出ておりますので、早めの対策をお願いしたいと思います。はい、本当にこれから暑くなる時期ですけれども、はい、本当に早めの対策というのが、ね、重要ですよね。はいはい、さあここまで入浴、認知症予防、熱中症対策といった点についてお聞きしてきました。さあ先ほど交流の場としてといったお話が、ね、先ほどの浴場の時なども出ていましたけれども、うん、こういったこの他の高齢者の支援事業でも同じことがポイントになってくるんですか？はい、
豊島区ではフレイル対策というのを非常に力を入れているんですけれども、はい、フレイル対策のでは運動と栄養と社会参加というのが3つの大きな柱になっています。はい、3つの柱、はいはい、でやはり自分らしく元気に暮らし続けていただくためには社会参加、地域の交流の場というのが非常に重要だというふうに考えています。はい、特に高齢者の方は栄養状態が悪くなる低栄養というのも課題になっておりますので、はい、はい、合わせて地域での交流も目的とした誰でも食堂の拡充にも取り組んでいます。はい、誰でも食堂は、まあ、一人暮らしの高齢者の方だけではなくてさまざまな世代の方が利用できる、まあ、子ども食堂の大人版というか高齢者版と考えていただければと思うんですが、はい、ここで出会いだけですとか支えの輪が生まれることもありますので多世代の交流の場としてご利用いただけます。はい、区では誰でも食堂を実施する団体の助成を行って開催場所を増やしていきたいというふうに考えています。高齢者の方だけでなくいろいろな世代の方が利用できればいいですね。はいはい、特に一人暮らしだとなかなかお話し相手がいなかったりとかしますからこういった場はいいですよね。はい、さあこういったこの地域交流の場他にはどんなものがありますか？そうですね、地域の方々が主体となって、養子縁の方の介護予防を目的に活動しているつながるサロンというものがあります。はい、現在区内で50を超えるサロンが活動しています。いろいろありますね。はい、例えばなんですけれども、はい、サロンジャスミンといったところはサロンジャスミン、はい、区民広場池袋や高田介護予防センターなどで活動されていますけれども、はい、おしゃもじを使ったリズム体操ですとか歌などを行っています。本当だ、写真で持ってらっしゃいますね。はい、でまたリズム体操はですねダンスのような体操のような音楽に合わせて踊る有酸素運動を行っている団体もありますし、なるほど、あと区内5カ所で活動されている若返り体操サロンというところでは、はい、ストレッチですとか脳トレ、うん、スローエアロビックなどを取り入れた活動を行っています。その他にも豊島区独自の豊島る体操ですとか、はい、ボッチャ、沢会、手芸などさまざまな活動をしているサロンがありますので自分に合うサロンを見つけていただいて活動を通じて地域でお友達や生きがいを見つけていただきたいと思います。豊島る体操ね番組でねご紹介したりしてますけれどもね、はい、本当皆さん楽しそうでしたよね。はいはい、そして区民広場でも確かこういった交流の場ありましたよね。はい、今区民広場ではですね5カ所の区民広場で広場カフェというのを行っています。はい、まあ、コーヒーを飲みながら気軽に参加できるカフェですけれどもここではですね、スマホやタブレットの教室や個別相談なども行っています。スマホやタブレットの教室では簡単な使い方やインターネットなどもの使い方なども学ぶことができますし、はい、あと個別に相談ができますので使いたい機能について知ることができます。その他にも認知症の方やご家族ができる認知症カフェがあります。はい、参加者同士の交流や勉強会相談など幅広く行っています。どこで行っているかなどは区のホームページをご覧いただければと思います。広場カフェ認知症カフェということで非常に参加しやすくはなってるんですが、まあ、区民広場などではねこの悩みが相談しづらいなってちょっと感じたりですとか、まあ、困ったことがあるっていう方もちょっといらっしゃるかと思います。うん、そういった時はどこに相談すればいいんでしょうか？はい、豊島区ではですね高齢者やご家族その関係の方などが相談できる高齢者総合相談センターを設置しています。はい、センターにはですね看護師ですとか社会福祉士主任介護支援専門員といった専門職が配置されておりまして認知症のことですとか介護のことその他生活のことなど幅広く相談に応じています。はい、区内には8カ所設置していますので担当の地域の高齢者総合相談センターにご相談ください。また今年度はですね、はい、南大塚にある東部高齢者総合相談センター駒込も範囲になっているんですけれども、はい、なかなか遠いというようなこともございますので駒込地区に、ブランチ相談窓口を設置していく予定です。はい、まあ、具体的に決まりましたら広報等でお知らせしてまいります。はい、さあ今回は高齢者世帯への暮らしの支援ということで様々な事業をご紹介してきました。では最後に番組をご覧の区民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、
豊島区では、高齢者の方が生き生きと元気で暮らしていただけるために、また例えば認知症や病気、介護が必要になっても安心して暮らしていただけるためにですね、さまざまな事業を行っています。今回ご紹介できなかった事業も数多くありますので、区のホームページですとか4月に発行しました高齢者の暮らしのガイドをご覧いただいて、ぜひ利用していただきたいと思っています。シニアライフが輝く街ですからね、はい、皆さんぜひご利用ください。本日のゲストは福祉部高齢者福祉課長今井由里さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回です。さようなら。